TV サイド A。 なあ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 ってば、自分だけやってずるい。ゆうたんにもやらせてよ。今ね、出撃メンバーを選んでるからちょっと後にしてね。今ちょっとチルノを探してるからちょっと待ってね。やだ、嫌じゃない、嫌じゃない、ちょっと待って、順番だから。二人とも何してんの？あのね、これね、東方ロストワードっていう、ぐすまさんから出てるゲームやってるの。面白そう。ずるいんだよ。みのりんご一人でやって全然変わってくれないの。私もやりたい、私もやりたい。ゆうたんが先だよ。いや、やだやだ。なんでゆうちゃんだって大きいじゃん、画面が。すごいね、めっちゃ可愛いキャラいっぱいいるじゃん。そうなの、そうなの。すごい。可愛い。可愛いね、これ。ゆうたんくらい可愛い。ね、ゆうたんもすごい可愛いよ。そう、可愛い。ゆうたん初登場なんだから、ちょっといじってちゃん。そうだよね、しれっと、しれっと。しれっと始まってるんだよ、これ。可愛すぎるから、ほら。可愛すぎるから。ゆうたんでいいの？ゆうたんでいいよ。ゆうたんって呼ぶね、じゃん。ゆうたんも可愛い。これさ、みんなさ、すっごい可愛いからさ、ぐすまの人呼んで教えてもらおうよ。どんな子がいるか。なるほどね、いいね、ゆうたん、ナイスアイデアじゃん。ねえ、じゃあ、今日は、ゲーム会にしちゃいましょうか。うん、そうだね。じゃあ、ということで、早速始めましょう。ぐすま TV、サイド A！それでは早速、スマイルセッション。今日は東方ロストワードのお仕事をしている方に来ていただきました。どうぞ。はい、こんにちは、グッドスマイルカンパニーの佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さん、どんなことをこう会社でやられているんですか？東方ロストワードの配信をグッドスマイルカンパニーが行ってるんですけど、はいはい、そのプロモーションのお手伝いとかをしたりしております、水面下で頑張っております。縁の下の力。そうなんだ、素敵ですね。そして、その東方ロストワードという、ね、ゲームはどういうゲームなのか、ぜひ皆様に教えていただけたらと思います。はい、東方ロストワードはですね、東方プロジェクトを原作とした二次創作の RPG になっております。レイムやはいはい、マリサなど、東方プロジェクトでおなじみのキャラクターたちが登場するんですけど、はい、主人公はですね、幻想郷に迷い込んでしまいまして、で、幻想郷で起こる異変をレイムやマリサたちと一緒に解決していくっていうストーリーになっております。面白そう、すごい可愛い子いっぱい出てきますけど、佐藤さんも可愛い子はお好きですか？可愛い子は大好きです。例えば、佐藤さんはどんな可愛い子が好きなんですか？どんな可愛い子？言ってくださいよ。やっぱりゆうちゃんみたいな可愛い子が大好きですね。ゆうちゃん。それゆうたんと友達の芹沢ゆうちゃんか、それともゆうたんか、どっちなの？ゆうたんもすっごい可愛いんですけど、芹沢ゆうちゃんも大好きで。ちょっと言わせてる感じ。でもね、本当にね、本当にお好きなんですね。喜ぶと思う。伝えとく。ゆうちゃんに伝えとくよ。二人ともね、可愛いんですけれども。でね、可愛いキャラクターいっぱいいますけど、どれぐらいいらっしゃるんですか、今キャラクター自体は。今キャラクターはですね、ゲーム内にもう30キャラクター以上いまして、はい、これからもどんどん登場します。あ、そうなんだ。そのいろんなね、いっぱいいるキャラクターの中から、参考までにキャラクターのね、詳細をご紹介していただけたらなって思うんですけど。わかりました。そしたらゲーム画面を見ながら、はい、キャラクターたちを紹介していこうと思います。はい、まずはですね、たくさんいるんですけど、みんな可愛い、みんな可愛いんですけど、まずは、東方プロジェクトといったらこのキャラクターっていうのが、白霊レームね。このニコさんのおなじみの、はい、皆さんもきっとどこかで目にしたことあるんじゃないかなと、はい、とても可愛いニコさんのキャラクターです。こちらの、ね、画面で、
本のマークがあるんですけど、そのマークを押すとキャラクターの詳細をいろいろ見ることができまして、キャラクターの自己紹介なんかも書いてあるんですけど、この自己紹介がですね、なんとキャラクターのボイスで再生できるんですが、はい、ボイスがですね、改めて自己紹介しておくわね。出た、ちらっと出ちゃった。ボイスが3種類もあるんですよ。私の名前は白霊レム。そんなに一応の肩書きは白霊の巫女なんです。なので、今日は目のいい便利屋みたいなもの。選べるんだ。じゃ あなた自分で好きな声を、そういう事情があるって、はい、自分のイメージに合ったボイスを選ぶことができまして、からずってうでしょ。すごいですね。こうどんな声かっていうのもこう選べるんですね。そうなんです。文字でも書いてある、はい、そんな裏表がない性格の声ですか。でも、ね、異変を解決する声とか。そうなんです。違うの聞いてみたい。私の名前は白霊レム。本当だ。違う。今の肩書きは白霊の巫女だけど、うんうん、要は手のいい便利屋みたいなものよ。便利屋ね。あなたの面倒を見るのもそういう事情があるってわけ。なるほど。もっとも働かざるも食うべからずっていうんでしょ。解決しそう。しっかり者感がありますよね。私の仕事を手伝ってしまうと無理なら、逆にお茶する程度の、改めて自己紹介しておくわね。そっちが裏表がない。私の名前、改めて自己紹介しておくわね。おー、まったり。確かにお茶してそうな感じの、可愛い感じが。でも東方のねキャラクターたちって声がないですから、そうですね、原作イメージがあるだろうか。いいですね。はい、こんな感じで選ぶことができます。なるほど。あと一応ボイスなしも選べるようになってます。すごい、何でもできちゃう。隣に衣装っていうのもあります。気づいちゃいましたか？うん、見て、ちょっと気づいちゃいました。こちら衣装なんですけど、はい、キャラクターによっては今衣装がショップに用意されてまして、そちらを買うとですね、衣装を着替えることができるんですよ。はい、見ちゃいます？見ちゃいます。こんな感じで。おへそ、おへそすごい出てる。そうなんですよ。元の巫女さんの衣装でもちょっと見えてますけど、セーラー服になったらまたちょっとお腹がよりすごい逆なのにね。面積が面積が、そうなん、お弁当とかがちょっと浮いてる。筆箱出ちゃってる。出ちゃってる。こんな感じで、まあ、同じキャラクターでもその衣装によって雰囲気を変えてゲーム内で楽しむことができます。はい、じゃあ他のキャラクターも見ていきましょうか。はい、ましょう。で、もう一人紹介したいのが霧雨マリサさんですね。マリサさんです。二人でよく見ますね、レイさん。はい、うん、この子は魔法使いさんなんですけど、うん、じゃあこの子も詳細見ていきましょう。うん、はい、こんな感じで。ミニキャラも可愛いですね。ミニキャラ可愛いですよ。動いてるやつ。ほうきに乗ってぷかぷか浮いてる感じです。はい、これがですね、もちろんマリさんもボイスが3種類ありますので、ちょっと聞いてみましょうか。はい、聞く。よう、私の名前は霧雨マリサ。何かと欲を張る程度の声。普通の魔法使いさんだ。なるほど。でもここだけの話、異変解決や妖怪退治に関しちゃ、うん、私は普通なんてもんじゃない。おお、弾幕のパワーで1コロだからな。そんな私を選んで。よ、私の名前は霧雨マリサ。かっこいい。見てわかる通り、どこにでもいる普通の魔法使いさんだ。あ、これもいいですね。大胆な感じが。かわいい。かなりですね。マリサ的さ、私なんてもんじゃない。なるほど。相手が何だろうと、火力にこだわる一コロだからな。はい。そんよ、私の名前は霧雨マリサ。見てわかる通り、どこにでもいる普通の魔法使いさんだ。確かにちょっとこだわりがありそうな声してますね。見た目と比べると結構違う感じだよね。全然違うなんてもんじゃない。相手が何だろうと、弾幕のパワーで一コロだからな。なるほど。そんな私を選んだお前は間違いなくセンスがいい。面倒ごとはささっと片付けて楽しい宴会でも開こうぜ。自己紹介の文章すごいボリューミーですね。そうなんですよ。素敵ですよ。聞いてて楽しい。結構長いセリフをいただいてるという感じで、しっかり自己紹介ですね。はい、これをね、各キャラクター聞いていくのもすごい楽しいです。はい、こちらも衣装もね。そうなんです、衣装あるんで、うんうん、こっちも見ていきましょう。はい、こんな感じで衣装を変えちゃってください。
いやー、思った以上にはっちゃけてる。似合う。似合うね。その下のジャージ似合う。履いてそうみたいな。盛りだくさんですね。なんかジャージにハイソックス。確かに。ソックスも入れる。焼きそばパンが浮いてるところがちょっと気になりますけど。いろんな美味しそうなものが浮いている。うん、感じで、はい。さっきのレームと合わせるとちょっと学園生活っぽい感じの衣装になりますね。はい。他のキャラもちょっと見てもいいですか、はい、そうですね。じゃあもう皆さんが気になるキャラクター見ていきましょうか。いいですか、はい、ちょっとじゃあ私から。みくちゃん行きましょう。いい、うん、あの紫の髪の星じゃない月の、はい、こうアクセサリーをつけたパチュリーちゃん。かわいいと思ってた。かわいい、うん、思ってたよね、ゆうさん。かわいい、かわいい、お尻はい、この子もちょっと詳細見ていきますと、すごい読書が好きな感じがして、はい、ぷかぷか本が気になるわって言ってると。自己紹介も聞いてみますか。聞きましょう。聞く。パチュリーヌーレッジよ、あなたが持っているその本気になるわね。めっちゃいいですね。機会があったら思ったより大人っぽい。大人っぽい。頭のいい感じが、うん、そうですね。英知の魔法使い、頭のいい感じが出ますね。はい。他は他も聞いちゃいます。上も聞いちゃいましょうか。見たいです、はい、じゃあ上から順番に聞いてみましょうか、はい、上から不動の読書家チリノレッジよ、はい、あなたが持っているその本、うん、気になるわね、うん、機会があったら大人な女性だ。飲ませてもらいたいな、ね、でも見た目はとてもキュート。可愛いキュート。見た目がすごいキュートですよね。お洋服にリボンとかついてるの確かにすごい可愛い。可愛い。じゃあ最後聞いてもいいですか。はい。こんな感じですね。パチュリーノーレッジよ。ちょっと甘い。あなたが持っているこの本気になるわね、うん。機会があったら。じっくりと読ませてもらいたいものだわ。これもいいですね。読ませてあげたい。どれだけでも読ませてあげたい。何でも与えたい。そう、かわいい。かわいい。ちょっともう一人いたんですけど。うん、お、気になった子いました？いいですか？あの、うん、赤いリボンを頭につけて、ちょっと、なんだろう、メイドックみたいな感じの服着てるメディスちゃん。ちゃん、うん、かわいい。見てもいいですか？あー、かわいい。可愛いんですよ。このスーさんっていう相方と一緒にいつもいるんですけど、はい、このスーさんっていう横丁の寄せみたいな、この子もすごい可愛いですよね。一緒に行動してるんですけど、いつも、はい、詳細見ていきましょうか。おお、これのボイスを聞いていきましょう。ミニキャラのスーさんもめちゃくちゃ可愛いですよね。ちゃんといる。可愛い。じゃあちょっとボイスを聞いてもいいですか。私の名前はメディスン。メディスンメランコリー。うんうん。あなた、もしかしなくても人間よね。うん。じゃあ気をつけて。人形感ある。私、人間が嫌いだから、あなたとは仲良くなれそうにないの。あら、むしろスーさんの毒で、ちょっとツンツン系なんだ。あなたもおかしくしちゃうかもしれないわ。こんなにキュートな見た目で、もしくなりたいなら、ご褒美だよね。そうすれば、命だけは助けてあげる。カノコイスも行ってみましょうか。カノ行きましょうか。はい、どんどん行ってみましょうか。小さな革命家庭の。私の名前はメディセン。全然違う。おぉ、あなた、もしかしなくても。確かに革命家、気高い感じが。じゃあ気をつけて。私、人間が嫌いだから、あなたとは仲良くなれそうにないのよ。違うのよね。すぐさ、なんだかんだ仲良くしてくれそうだよ。確かに、なんだかんだ。最後の毒を含んでる。毒を含んでる。私と協力して。強い。私の名前はメディスン。メディスンメランコリー。あなた、もしかしなくても人間よね。怖くて。じゃあ気をつけて。私、人間が嫌いだから、あなたとは仲良くなれそうにないの。嫌いって言ってくるのが一番怖い。毒がある。毒があるかもしれない。私、本当に嫌いなのかも。感じちゃいますね。ちょっとドキッとしますね。
そう、メディスンちゃん可愛いんで、隣の衣装っていうのも見たいんです。そうなんですよ、メディスンちゃんも実は衣装がありますので、いいです見てみましょうか。はい、衣装見てみましょう。あじゃん、あ可愛いんですよ、これが。うさぎ耳を、スーさんも一緒の格好してるのがめちゃくちゃ可愛い。手当てをしているんですね。衛生兵なんで。ゆうたも着たい。ゆうたも、ゆうた似合いそう。似合う。絶対似合う。可愛い。端っこのは毒？あれが毒？本当だ、毒もある。毒もある。いろんな。確かに。ハートのマーク以外に毒のマークもありますね。細かいとこまでこだわって。これは萌えだ。はい。